今日も日本列島では西日本、東日本が高気圧に覆われ、各地で危険な暑さとなり、全国201地点で35度以上となる猛暑日を観測しました。午後2時、甲府駅前です。手元の温度計を見ますと41度を超えています。非常に暑くなっています。やっぱりマスクしてるんで余計に暑くなって、はい、水分と塩分は気をつけて取ろうかなというところですね。よくみんな外歩けるなと思って、もうこまめに水飲むしかないよね。山梨県甲府市では朝から気温が上がり、午前中から35度を超えて猛暑日となりました。午後に入り気温はさらに上昇し、2時ごろには最高気温37度を記録しました。また熱中症警戒アラートが発表された東京都内でも、八王子市が 35.2 度となり猛暑日となりました。午後4時の時点で猛暑日となったのは全国で201地点となっています。東京消防庁によりますと、午後3時までに熱中症とみられる症状で病院に運ばれた人は都内だけで86人に上り、うち3人が重体ということです。